すする TV。 ゼレゼレどうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、久しぶりに神奈川で家系をすすりたいなと思ったのでこちら来ちゃいました。ドン。横浜市営地下鉄ブルーライン愚明寺駅から徒歩5分くらいのところにあります田上屋さんにお邪魔してます。家系ラーメンとしては比較的新しめのお店なんですけども、マニアの方からの評価もかなり高めの美味しい家系ラーメンが食べられるということで、早速行きましょう。レッツゴー。さあ、田上屋さん、食けさです。今回はチャーシュー麺並みに味玉ほうれん草トッピング、そしてもちろんライスもチョイスしました。普段はラーメン以外の撮影禁止ですが、今回は店主さんに特別な許可をいただいて撮影しています。こちらが田上屋さんのチャーシュー麺並み味玉ほうれん草トッピングです。ひょーい。なんと店主さんが海苔も増してくれました。スープもしっかり家系食だぞってことで、いただきます。まずは早速スープから。とめー、豚骨と醤油、そしてチーユのバランスがとてもいい、まろやかかつソリッドな味わい。これぞジ・イエ系といえるジ・アルフィーのような美味しいスープです。では続いてとっぷりとスープに浸ったほうれん草をくらって、鉄分やベータカロチン、そしてビタミン C を摂取したことを感じたら、いよいよ麺とご対面。どうやってもついてくるほうれん草と一緒にスルスルねほーん。家系らしい短さの麺ですが、バッチリ小麦の味がお出迎えしてくれます。スープのバランスの良さも壊さず、しっかり引っ張り上げてくれて、まさに星空の下のディスタンスで芸術的なカポチェンジをする坂崎のようですよ。さてお次に大きめのチャーシュー、一口で食らってみましょう。ちょめめー、スモーキーでジューシー、そして柔らかなチャーシューがベラボーにうまい。ここでご飯をかき込まずに何をかき込むんだって話ですよ。さあそんな数々の美味しさに包まれながらガンガン食らっていって、スープに浸した海苔巻きご飯も食らっちゃったりしたところで、家系ライスを作りましょう。今回は豆板醤、そしてごまをたっぷり投入して海苔で巻いたら完成。ちょっと手間をかけるだけでこの美味しさ、まさにってな感じで、ラストまで麺とご飯、チャーシューとご飯など様々な楽しみ方を堪能しまくって、最後は味玉で締め。正直この時点でご飯を残していなかったのを悔やむくらい黄身がとろけてましたとか言いつつ完食です。大変美味しくすれました。バランスの良いまろやかなスープが印象的な一杯でした。それではごちそうさま。はい、ごちそうさまでした。いやー、田上屋さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。もう全体のクオリティがすごく高い家系でしたね。スープ、麺、具、全部がうまかったですね。スープはまろやかな口当たりながら、醤油もしっかり効いていて、ぐいぐい飲めちゃいましたね。後味もしつこくなくて、すごく飲みやすいスープでしたね。ほうれん草が臭みがなくて、もうすごく美味しかったですね。みずみずしい食感で、今まで食べてきたほうれん草の中でもかなり指折りなんじゃないかと思いますね。チャーシューもほんのりスモーキーで、ジューシーで、身がプリプリで、あれはもう食べた瞬間にご飯かき込みたくなりましたね。ちなみに、こちらのステッカーは田上屋さんですする TV を見たと言っていただければ無料で配布してくださるそうなので、密かにグッズ集めてるぞっていう方はぜひ行ってみていただければと思います。限定50枚くらいなのでお早めにお願いします。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、田上屋さん、田上屋からの手紙や。どういうこと？今まで食べてきたほうれん草の中でもかなりベストに、今まで食べてきたほうれん草の中でもかなり指折りじゃん、今まで食べてきたほうれん草の中でもかなり指折りなんじゃない、終わり。